こんにちは。パブリッシャーサポートチームスペシャリストの鈴木です。本日はアプリのコンテンツのオーバーラップに関するポリシーとその違反を解決する方法について説明します。バナー広告をアプリのコンテンツに重ねて表示することはできません。アプリにスクロールするメニューがある場合はバナー広告をそのメニューの上にポップアップ表示したり重ねて表示しないようにしてください。またユーザーがスクロールするときにバナー広告が移動しないようにしてください。連動して移動するとユーザーがメニューではなく誤って広告ユニットをクリックしてしまう可能性があります。ポリシーチームからコンテンツの重なりについて違反の通知が届いた場合はアプリ内の広告ユニットの位置がコンテンツに近すぎるかコンテンツと重なっている可能性があります。例えば右側のバナー広告はアプリのコンテンツを覆い隠してしまっています。この違反を修正する場合は次のような問題が起こっていないかアプリを点検してください。まずはバナー広告の位置がアプリ内の他の要素と近すぎる可能性があります。バナー広告が偶発的にクリックされないようにするには次のようなインタラクティブな要素やアプリのコンテンツから離して表示する必要があります。次へなどの操作ボタンやアプリのカスタムメニューバー、テキストチャット用のボックスや画像ギャラリーの画像などインタラクティブなコンテンツ、ユーザーの操作が持続的に行われるゲームアプリのプレイ画面、次にバナー広告をアプリのコンテンツに重ねて表示することもできません。アプリにスクロールメニューバーがある場合はバナー広告をそのメニューの上にポップアップ表示したり重ねて表示したりしないようにしてください。ユーザーがスクロールしたときにバナー広告が連動して移動しないようにすることも重要です。これで説明は終わりますが、コンテンツのオーバーラップに関するポリシーについて理解は深まりましたでしょうか。アドモブのポリシーチームから通知を受けた違反の修正が終わったら、メールに記載されている再審査請求フォーム、またはこの動画の説明欄にあるリンクを使って、直接ポリシーチームに審査を申請してください。申請の際には、受け取った通知メールに記載されているパブリッシャー ID、アプリ ID、発行 ID を正確に入力してください。また、今後の参考のため、この動画がお役に立っているかコメントを残していただけると助かります。よろしくお願いいたします。